吉田さん、なかなかファンキーでしょう。ね。もう、うちの息子も自分の責任で生きてますので、息子に返済したいてくだささいと。もう、息子をね、どんな目に合わせてもいいから、タコ部屋に突っ込んでもいいから、息子から取り上げてくださいと。私は関係ありません。いや、これがね、あのー、企業言葉で言うと、人材育成用語で言うと、非常の情っていうらしいんですよ。教えないことが教えになるっていうふうに吉田さんも言われてましたけども、この非常の情っていうのは、あのー、 最大の情けっていうのはね、情けをかけないことらしいんですよ。まさに、ライオンは先人の谷に自分のね、我が子を突き落とすみたいなこと言いましたけども、それと似たような感じで、手を差し伸べてしまうと、次にも手を差し伸べてもらうことを期待する。カイジっていう漫画の中にもありましたけども、ね、なんかね、自由になるためには金を出せ、500万だ、700万だっていうふうになんか、トネガーかなんかが言うと、 あそのぐらいの体だったら親が出す親が出すみたいなこと言い始めるんですよ。いやこの辺からもうね崩しうなんですよね。あの本当にね自分の責任で生きていく癖をつけるならばあのどんな負債も泣きつかないですね。自分のセンスで生まれた負債とかギャップとか向かい風なら堂々と受け止めると。で昨日ねこんなことを聞いたんですよ。 どんな嫌なことがあっても、どんなに薄汚れていても、どんなに惨めでも、たった一瞬だけ、たった一瞬だけ、ああ、生きてきてよかったなーっと思えることがあるんだったら、す、ま、べ、あ、てのね、最悪とか、悩みとか苦しみを引き連れてでももう一回その人生を生きろと、ね。自分の身に起きる不幸は、堂々と全身で受け止めてうん、もう一遍来いみたいなね、そのぐらいの気合がなければ成功には程遠いよと。 いう話だったんですよね私もどっちかって言ったらそんな感じなんですよ。あの、泣き言を言わないっていうかね、泣き言、まあギャグではいいんですけども、うん、でも泣き言を言ってね、人の同情を借りて助けてくれるのを望むなんて思わないんですよ。それだったら、強かったまんま、そのまんまね、自分自身でもう破滅したいなと思うわけですよね。うん、まさにこれも開示なんですけども、負けた時こそ胸を張れって感じなんですよ。 よっしゃ、俺は勝負して十分やったぞと、負けたぞと、<laughs> やりきったぞと、弱音はかなかったぞみたいなね。俺は故意みたいな感じですよね。<laughs> 破産したったぜみたいなね。精いっぱいやったぞと。精いっぱいやって、ブレーキ全く引かずにチキンレースで壁にぶち当たったぞみたいな感じですよね。まあそっちの方が私はね、自分の人生にすっきりするんですよね。 すいません助けてくださいって言って助けてもらうことは時と場合によっては必要かもしれませんけど基本的にはその選択を選ばないですねで私がね「すいません助けてください」っていうことがあるとしたらそれは他者のために何かを守らないといけない時その他者ってのは今家族になってますけども家族のためにだったらどんな自分を貶めることもできるんですけどもねでもそうならないように常に自分で解決し勝ち続けるというね尾崎豊さんじゃないですけどね もう僕が僕であるために勝ち続けなきゃならない。勝つってのは単純に勝負に勝つってことではないんですよ。そうではなくて、たとえ敗北した時でもね、敗北した時でも全力でぶち当たって、全身全霊で負けると。一部の隙もないぐらい負けるって感じですね。うーん、そのぐらいだな。あの、あれやったときはもしかして勝てたかもとかね。あ、これ手抜いてたなっていうふうな負け方はしないですね。全てをぶち込んで負けたんだったら、 多分強大な敵に向かっていったんだと思うんですよ。どうせ負けるならね、巨大な敵に負けたいですね。い,ってらっしゃい